どうも、どうも、どうも、ゴリパラ見聞録でございます。お願いします。さあここでグッズ紹介。セカンドラブございますが、はい、それに伴いましていろいろとグッズをまた発売しようかなということでございます。まず私から、はい、こちらですね、皆さんお待ちかね、ご祝儀阿弥陀ポチ袋。え、みんな知ってるよね。ここ阿弥陀 ABCDE って書いてて、うん、ここになんかこう金額とか書いていただいて、はいはいはい、線書いて阿弥陀していただいて楽しんでいただければなということでございます。そして裏にはこうやってみんなメンバーがいたりとか、このだから上げる前にやるってことか、そういうことよね。最初は空なんだね、それ空ってそういうことですよね。空で普通に阿弥陀していただいて、そこから入れるという盛り上がるだろう、ね、いや、あの、なんか受け合いでしょ。そうですね、盛り上がること受け合いでしょ。そうそう、これはいいよ。今回のイベントセカンドラブのこのステッカーですね。はいはい、はい、なんかちょっと昔のドラマ風でいいですね、はい、悪くないよ、悪くないよね。ネットフリックスに出てきそうなこのロゴ、なんかいいんだよね、ドラマめちゃくちゃいいと思う。このデザインの T シャツも多くて可愛いよね。これはね、なんかね、ちょっと古くていいよね。90年代のな、そうそうそう、うん、こういうラブホテルなかったっけ。道路沿いにあるでしょ。なんか道路沿い道路沿いにあるでしょ。ここに3つ顔が、あ、可愛い。これ、はい、ここに顔乗せてんのはあのラルキーの千尋さんもやってるアイデアなんですよ。ラルキーの千尋さんがスタッフ T シャツ、あ、顔が一緒だなって、オマージュだ。こっち聞きやすいパターンですね。これはね、あの皆さんなんだっておっしゃると思うんですけど、これ実は、うん、これなんだっけ、人生いろいろです。あ、そうですこれなんて書いてるんですか。何ラ、何ライブ、バベアリアスライブ、ベアリアスライブ、あのゴリパラ史上一番あの、うん、ゴリパラっぽくない T シャツ。ベアリアスライブ、普段使いはできるんじゃないですか。これ一番使える、これ一番使えると思う、これ一番使える、これより絶対使える。ただね、皆さんごめんなさい、入ってます。いやいや、逃しませんよ。この烙印は消えませんよ。他色違いであったりしますか。はい、あります。で、あとあのパーカーがね、あの久方ぶりにちょっと薄手にしました、春なんでね、うん、グレーだ、グレーのこれ出てなかったね、この頃のやつ、うん、ロゴです。出てますよ、安心してください。入ってますよ。これなんかちょっとレトロですよね。待て待て待て、ちょっと待て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 、かわいいけどレトロですよね。ちょっと待って待て、これ昭和じゃねえか。え、これ、いやでも淡いな、20回ぐらい洗ったもん。こういう色なんです。まあ、こうなんかこう歌とか歌うときこう回してくれるのもね、ちょっとこうなって、うん、もう一個、うん、これが初やね。はい、フォンタブっていうこうぶら下げる、ああ、ね、そう、今ぶら下げてるし多いもんね、うん、めちゃくちゃぶら下げてる。だこれセットです、こことこれね、これも欲しいぐらいあります。これあのなんていうの、入れるやつを挟んで、そうこうグッて止めて、こうだからケースを買わなきゃいけないんだね。そう、ケースはごめんなさい、自費で。女子がよく背中の方にしてるよね、これなんか、なんちゅう、まあ前にもしてるけど、そんな言い方ないじゃないですか。おお、あー、でもいいね、いいね、あ、いや、自然やね、いいね、いいね、会社とかでもね、お、意外にいいね、いいわ、これいいね、欲しい、ちょうだいよ、これちょうだいよ、もらえると思うけど、あとでもらえると思う。まあネットで販売しもしてるんですよね、うんうん、ぜひぜひあのチェックしていただいて買っていただきたいと思います。お願いします。ありがとうございます。ゴリパラプレゼンツセカンドラブ完売御礼、それに伴い配信チケット絶賛発売中。ゴリさんの勇姿をとくとご覧あれ。